YouTube を聞いてくれているあなた、こんにちは今日のサムネは今日の G3 クイーンカップの主役馬さんたちがおそらく大好物であろう人参のイラストです馬さんが人参大好物かどうかはちょっと馬さんに聞いてみないとわからないんですけど馬さんイコール人参っていうイメージがあったので人参にしてみました この人参めちゃめちゃ可愛くないですか今日の「クイーンカップは」はクイーンって名前はついてるけど3歳のまだ若い馬さんたちが主役でした3歳って言ったら、まあ、大体17歳から21歳ぐらいなんだけど、まあ、17歳ぐらいかな高校生ぐらいかなと思って可愛い本ほんわかしたイラストないかなと思って。 で調べたらこのかわいい人参と出会いましたこの人参の書いているサイトがゆるい手書きの無料イラストサイトゆるてがさんって言います下の概要欄にゆるてがさんのリンク貼らせてもらいますゆるてがさん使用させていただいてありがとうございますここからは 今日ののクイーンカップのお話をしていきますね私の回目は YouTube でも配信しているので見てくれた方もいると思うんですけど今日の馬券は惜しくも外れちゃいましたいや競馬で「惜しい」とか「惜しくない」とかはないんですけどね競馬で「たられば」言い出したらきりがないけど、まあ、漫画とかドラマにもなるぐらい女性って「たられば」好きじゃないですか。 深いタラレバの内容は割愛するとして最初の買い方だったら当たってたのになぁって思いながら大笑いして笑い飛ばして明日の2レースに備えることにしました昔の私特に競馬カウンセリング YouTuber になるまでの私だったらタラレバ行って自分に言い訳するだけ言い訳して。 もうすっごく落ち込んで終わってたと思いますでも今日はカウンセリングを受けてきて今優さしさんの勉強をしていて斎藤ひとりさんのお弟子さんのみっちゃん先生さんの本で「斎藤ひとり人生がダイヤモンドに変わります」っていう本を使っててその中で笑うことの大事さっていうのを勉強してきたばっかりなので。 早速その考え方を使いましたそう今日は仕事が休みだったのでカウンセリングが終わってからコンビニの駐車場に車を止めてその時もレース始まる始まる始まるん もう,さも,ね、もう自分の馬券が当たったかのようにもう大笑いしながら「もう今日馬券当たったわ」って笑いながらレース見てレース終わってから「あなんだーもう最初の馬券でよかったんじゃん」ってもう大笑いしてもう笑い飛ばして今日はレースを楽しむことができましたこの YouTube の競馬の目的を最初に言ったんですけど他にも。 波動を上げるためという目的でも競馬をしています。で。レース終わって、もう大笑いしたときに、あ。これが波動の上がる競馬の見方だなって。我ながらすごいなって思いながら。車を運転して帰ってきました。脱線しちゃって、ごめんなさい。もうここから。クイーンカップの。結果。今日の一着が。二番人気の。 馬番13番のプレサージュ・リフトちゃんで2着が1番人気の馬番9番スターズ・オン・アースちゃんでした今日は1着2着が1番人気と2番人気で決着しました今日もし生まれんで当たってた場合えっと私は競馬依存を防ぐために先生とルール決めてて G2 と G3 は。 一トレース六百円を予算に決めてます。今日は馬連で八百五十円払い戻しがついたから、もし当たってたら六百円分馬券引いてプラス二百五十円になってました。でこれが馬単で当たってたら、今日は払い戻し金千四百四十円ついてるから。 馬券600円分引いて馬マだと1着2着で決着しても840円プラスになります先週までは回収率を上げる馬券の買い方「馬マレで仮説検証してたんですけどどうやら今日の結果見てると上位で決まったとしても馬マだったら回収率上がる予感がします明日も G2 G3 1レースずつあります。もうどんどん仮説の検証が進んでいくので、これからも私のこの仮説検証を笑いながら聞いてもらえたら嬉しいです。あと、今日はえっとカウンセリングって言っても、えー、っとコーチングと言って。私は2ヶ月に1回カウンセリングの長いバージョン2時間のコーチングを受けてます。そこで。 先生からもうすっごく面白そうな馬券の決め方のの提案をししてもらいました先生のその提案聞いてて私もあそれめっちゃ面白いなやってみたら絶対に楽しいだろうなって思ったのでそっちの準備も進めたいと思います。是非新しい馬券の決め方も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。 あなたのご視聴とチャンネル登録が私の勇気になってます。ありがとうございます。